世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は新幹線の女性運転士への海外の反応になります。皆さんは新幹線の運転手と聞くと男性を思い浮かべる人が多いと思います。かつては一部の職種を除いて女性の深夜業が禁止されていたため、新幹線、在来線ともに女性の運転士は存在しませんでした。しかし、1999年に労働基準法が改正され、2000年に女性初の在来線運転士が、2003年には JR 西日本で女性初の新幹線運転士がそれぞれ登場しています。ちなみに新幹線の運転士になるまでの道のりはやはり長く、まず駅員から車掌になるための試験を突破する必要があります。次に在来線を運転するのに必要な公衆電汽車運転免許を取得しないといけません。さらに新幹線を運転するには新幹線電汽車運転免許が必要になります。どちらの免許も合格率は7から8割と超難関というほどでもないのかもしれませんが、新幹線運転士の場合は上司の推薦も必要となるようです。このように女性が新幹線の運転手をしているということが世界では珍しく、話題となり注目を集めました。その中からコメントをいくつか紹介します。日本人は電車を、特に新幹線を操縦することに大きな誇りを感じるんだよね。だから女性が新幹線を運転することが重大なのは理解できる。新幹線の運転士って制服が素敵だな。特に帽子がいい。素晴らしいことだね。いつか男女の壁なんてなくなるはず。かなり訓練が必要なようだけど、新幹線の運転ってそんな技術いるの？日本の運転士さんのピリッとした白手袋、日本大好き。ただの電車かもしれないけど、日本人が誇る鉄道技術なんだよね。そして日本人が誇りに思うのは僕も理解できる。彼女は乗客の安全とか重大な責任を負ってる。尊敬に値するよ。すごいのは彼らの運転スタイルや定刻通りに運転することだよ。日本の鉄道っていうのはとても特別なものなんだ。彼らは常に指差し確認をやってるし、その重要性を深く理解してる。容姿に恵まれているだけじゃなく、新幹線まで運転できるなんてもう言葉もないよ。でも新幹線は踏切もないし、特に危険もないからな。単にコンピューターで制御すればいいわけでしょ。空港でやってるように。確かに踏切とか特に注意しなきゃいけない箇所はない。だけど彼女の凄さは変わらないと私は思う。この人かっこいいよ。同じ女性として単純にかっこいいと思う。声と指差しで新幹線をコントロールしてるのかい？違うよ。制限速度や様々なシグナルに対して声を出して確認してんの。これはミスを犯さないためにやる日本の鉄道の慣例なんだ。エクセレントだね。電車もまた素晴らしいしさ。人も新幹線もかっこいいとか反則だね。日本の運転手の規律には目を見張るものがあるよね。それは古い一般的な電車であっても変わらないんだから。声出し確認をして指差し確認もきちんとする。ほとんどの時間誰に見られてるというわけでもないのに。同意だ。日本に行った時、幸運にも運転テストの様子を目撃したんだ。その時一回一回指を指して声を出して作業してることに気がついた。イギリスでも軍隊では同じような確認作業をやるんだよね。武器のチェックをする時なんか誰も監視してないのにだよ。でもそれをちゃんとやることで自信が植え付けられて、そして周りの人間からの信頼も得られることになるんだよね。この人すごく魅力的だと思う。運転中は笑顔になってる時間なんて一切ないんだろうな。新幹線の運転士って飛行機のパイロットみたいだね。日本の駅で落書きを見るのは本当に稀なんだ。あの駅も欧米なら壊されてたり落書きで汚されてるだろうに、
こんな大きな電車を運転するなんて。彼女は大きな責任を背負ってるわね。私もいつか新幹線に乗ってみたい。外国人が新幹線を運転できるチャンスはあるの。もし何か知ってるのであれば教えてほしい。美しい電車だよね。自分は電車を愛するインド人だけど、インドが近い将来こういう列車を持てるようになるとは思えないんだ。日本の電車は世界一デザインに優れていて、その種類の多さも世界一だ。 TGV とかすごい電車は他にもあるけど、種類の数なら日本は敵なし。完璧な人々がいる完璧な国。日本のことが大好きだ。俺も全くそう思う。日本が大好きだ。フレンドリーな人々、清潔で分かりやすく配置された駅、それから美しい田舎の風景なんかもね。女の人が新幹線を運転するのか、すげえ。ああ、すごい。私も女性運転手になりたいです。早い電車が運転したいです。素晴らしい。私もこの女性ドライバーに敬意を表した。個人的に日本は高い科学技術を持った世界一美しい国の一つだと思ってるんだ。世界でも女性の運転手はあまりいないようで、憧れられているようですね。そんな日本の女性運転手さんを紹介します。ビジネスや観光で1日あたり約42万人もの人々が利用する東海道新幹線、その日本の大動脈を支える運転士の一人、千野里子さんは2人の子供を育てるママです。ある金曜日の朝、乗務前にインタビューに応じてくれた千野さん。この日は午前からの勤務で、外装車両を基地まで輸送した後、新大阪までのぞみを運転し、そのまま大阪に泊まるとのことです。東京に戻ってくるのは翌土曜日の朝になります。東京に着いたら勤務を終え、そのまま帰宅せずに家族と八景島のテーマパークで待ち合わせをしています。明日は丸一日遊ぶ予定なんですよと笑っています。運転士の仕事は必ず夜勤を伴い、出退勤の時刻は乗務する列車に合わせて分単位で毎日異なります。また地震や台風などの自然災害が発生すれば急な呼び出しもあるそうです。産育休から復職後は当然のように運転士を続けることは難しいと考えていましたという千野さんですが、復職して2年、現在は仕事と子育ての両立ライフを心から楽しんでいると言います。新幹線の運転手という仕事をしていて、人生が2倍楽しくなりましたと千野さんは言います。乗務中は仕事に集中しますが、一旦勤務が終わると仕事を自宅まで持ち込むことはほとんどないそうです。オンとオフを明確に切り分けることができるため、一旦仕事モードのスイッチがオフになれば、家族で何をして過ごそうかということばかり考えているそうです。現在 JR 東海には子育てをしながら新幹線に乗務している女性が8人います。千野さんの場合は実家の大きなサポートがあってこそとはいえ、それでもやってみると意外とできるんだということが分かったと言います。数多くの後輩たちにもそれを伝えていきたいと考えているそうです。新幹線には子供を連れた乗客も多いです。車掌として車両を回っている時に、そんな乗客への気遣いが以前にも増してできるようになったそうです。子供たちにママかっこいいと言われると、これまでになく仕事へのモチベーションも上がるそうです。これまで男性一色だった職種に子育てをしながら挑む女性が増えることで、社会が変わっていくのは確かですね。いかがでしたでしょうか。男性が当たり前だと思っていた新幹線の運転手、偏見をなくし男女平等に物事を見ていこうと思いました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。